皆さんこんにちは、ヨンダイです。今日は24日土曜日、金継ぎ教室に行ってきて、今スポーツジムの裏で撮らせていただいてます。お元気ですか？先日私誕生日である方からケーキをいただきました。ケーキ、みずほっていう作品のデザインだったんですけれども、ケーキ屋さんに行ってまいりました。そしてオーナーの純子さんという方にお目にかかりました。そしてお話を伺って YouTube まで撮らせていただきました。今日は初めてロリアスさんに来ました。社長さんの純子さんにケーキを作っていただいたんで、ありがとうございます。お話を伺いたいと思います。はい、ここは何年前にできたんですか？今これで4年目です。はい、かわいいケーキずらっと並んでるんですけど、どんなケーキ作りを目指していらっしゃいますか？そうですね、できる限りお客さんに喜んでいただけるようなケーキ作りを目指しています。緊張する。大丈夫です。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。そしておめでとうございます。ありがとうございます。はい。コラボ。純子さんってどんな純子書くんですか？結婚しとる？結婚しとる？なんでモテるじ？サービスの水いいわ今。はい、入りました。はい、ビデオですか？え、写真ですか？いや、ビューティープラス。あ、尺はどのぐらいなんですか？いや、3分ねんけど、だいたい30秒ぐらいで。はい、あ、時計の前、時計かわいいし。あ、こちらで。はい、あっちの方がいいかも。あっち、あっち。あ、すいません。純子さん、純子さん、これの前、顔に目に光が入る。あ、光入る。あ、綺麗。20代みたい。はい。お店のポリシーってありますか？あ、そうですね、ポリシー、うん、さっきも言ったように喜んでもらえるケーキと、あとは本当にどこまでお客さんの要望を聞けて、自分たちスタッフみんながどこまで、お客様に寄り添うことができるケーキを作れるのかなっていうのが私の思い、会社の思いでもあります。で、常々スタッフにも言ってるんですけれども、やっぱり自分たちの作ったケーキをお客様に全国に届けて、お客様に喜んでいただけるものを日々、一つ一つ思いを込めてしたいっていう気持ちがあります。で、やっぱり楽しく仕事をして、でより良いものを作って、美味しく喜んでいただけたらいいかなと思ってます。うちのスタッフ、女子がすごい多いんで、女の子が多いんで、結構和気あいあいとしてるんですけども、午前中は結構
あの全国発送の出荷の時間に合わせてケーキを作っているので、あの結構険しくもなっちゃったりはするんですけども、みんなその共有し合って、あのいいものを作ろうねっていう思いで作っているので、いいものができているかなとは思ってます。はい、カメラ目線で一言お願いします。はい、パティスリーロリアン、バースデーロリアンも今後ともよろしくお願いいたします。はい、じゃあカメラ目線で一言最後にお願いします。はい、はい、これからもバースデーロリアン、パティスリーロリアン、ごめんもう一回大丈夫です、これからもバースデーロリアン、パティスリーロリアンをどうぞよろしくお願いします。イエーイ、チャオーに、はい、ちょっとテンション低め、もう一回お願い、もう一回、ラスト、はい、これからもバースデーロリアン、パティスリーロリアンをどうぞよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ、チャオー。いかがでしたか。作品のデザインはこのみずほ、つぼのみずほというものなんですが、ケーキになるとまた違うみずみずしさというか、ういういしさというか、爽やかな感じを受けました。ケーキの形とか色とか、また勉強になるなって、可愛らしいなって思いました。またそれを作っていらっしゃる純子さん、パワーいただきました。またお目にかかることもあると思います。同じ小松、同じ名前、同じ近いところで、みんな一緒に頑張っていきたいと思います。いろんなことあるけど、前向きでいきたいと思っています。ではまた明日。